動きだ。ラウラ、先を読んでも瞬時に返されてしまうな。霞の力があってこそよ。あなただって光の奥の手使ってないじゃない。使ったとしたら、その時はこちらも一の価値を出させてもらう。アデル様、食事の支度が整いました。もうそんな時間か。今の季節は日が長いから時間の感覚なくなるよね。あら、訓練はもうおしまい？残念、参加したかったわ。遅かったわね。一人？皇帝陛下は何かと多忙なの。もともと私一人で行動することも多いし。ドライバーとブレイドは一心同体、それが本来の姿よ。出ないと力は出せないわ。言葉で言うほど簡単ではないさ。僕もまだ君の力を出し切れていない。そう？私は結構精一杯なんだけど。そこ知れないってことさ。それにしてもブレイドの行動を抑制する霞の力、修行にうってつけだな。助かるよ。因果率予測も制限されるしね。ほんと大変。そんな、アデル様と光様にそこまで言っていただけるなんて恐縮です。こうして見てるとまるで双子の姉妹みたいね。ドライバーの因子が色濃く出るのは珍しいんだろう？そういう話はたまに聞くけど、そうなの？そう。でも私はラウラ様と同じ姿に生まれてこられて幸せです。服の貸し借りもできるしね。え？ところで、次はシンと手合わせ願いたいのだが。ですって。どう？私は戦いは好みませんので。イーラ最強の男の言葉、ずしりとくるな。それが真実なのかもね。彼、いいえ、彼らの。アデル様、ラウラ様、メスの狙いが分かりました。オートです。本当か？はい、間違いありません。私とは別れたのではなかったのか？別に根性の別れって意味で言ったわけじゃねえじゃん。イーラのアルスを見てきたよ。面白いだろうな、あれが本当の姿になって。どこで知った？別に俺のコアの中には全てのブレイドとアルスの情報が詰まった。全ての情報だと？己はマスターブレイドとでも言うつもりか？いいね、それいただいとくぞ。どうだ、ワクワクするだろう。俺の相棒イーラの王子に託したぞ。だとしたら消し去るか、この私。まさか。面白い余興を思いついたな。次のターゲットはイーラに決めた。私にそれを話すか？お前さんはここから高みの見物をしてると思う。
そうか、女祭からの情報だったか。奴がイーラで何を企んでいるのかわからんが、急いだ方が良さそうね。明日ユーゴが戻ったら立とう。